坂木塾は、長野県坂木町坂木にあった北国街道の宿場。慶長8年に、天満宿として成立。当初の宿場は、建町と横町からなっていたが、山勤交代や、善光寺参り等によって通行が増加したため、越後高田半領であった時代に、大館の長谷川都次は宿場を北に拡張させ、大門町と新町を新設し、また3カ所の井戸を掘り、 街道中央に、長谷川用水を流して、並木を設けた。特に、加賀藩市前田市の通行の際は、500人を超える、家臣団が宿泊した。北国街道では、全光寺門前の権藤村に次ぐ規模の遊郭が存在した。本陣は1件、豚屋は2件、名主は2件であり、家営7年には、旗子が64件を数えた。本陣は、宮原家が世襲し、 長屋門の遺構は、昭和初期に建てられた坂木宿ふるさと歴史館に残されている。南端には、村上の力予墓所のある田町十央堂、北端には、善光寺城や塔がある。元那8年に天領となり坂木に屋が置かれた。天那2年に、坂木藩が立藩したが、元六十五年に、廃藩、明和4年には坂木に屋が火災で焼失し、安永7年。 1>, 1 7トルほど上田宿寄りに中野城陣屋として再建された街道都市区場 P99 ありがとうございます。